ストーンズ森本慎太郎は農村宅を徹底。キンプリスノーマントラジャファン目線だからできる平野章院来への突撃。トラビスジャパントラジャの宮近海と258とは、ストーンズのラジオ番組にゲスト出演。田中樹里28と森本慎太郎26を相手に。 ジュニア時代の思い出話などで盛り上がっていた。これはラジオ番組、ストーンズのオールナイト日本サタデースペシャル、日本放送でのこと。番組冒頭、田中が海外留学から帰国したトラジャが来ると告げると、自分たちとジュニアの同世代で、を共にしてきたグループだと説明した。そして、宮近と七号三掛けがスタジオに入ると、 話題は、アメリカの人気オーディション番組、アメリカズ・ゴット・タレントにトラジャが出場したことに、関係者は顔を合わせると番組の話をしていたと振り返ると、宮近が、ファンからも大きな反響があり、日本から応援してもらっていると感じて嬉しかったと語った。続けて田中は、最近、TikTok を見ると、ダンスバトル大会のアカウントで川島のエル、 28ト中村海二26が踊っていて驚いたとし、別の事務所の感じがすると苦笑い。宮近が今までにないことだと応じると、田中はジャニーズの中でトラビスだけは回今回のゲスト出演は急に決まったようで、宮近がフットサルでストーンズのチーフマネージャーと一緒になり、なんとなくラジオが好きでやってみたいと話したところを告げられたと明かしています。 ストーンズ・オールナイトは自由さが際立っていますが、そんなフットワークの軽いマネージャーの影響があるかもしれません。芸能ライター。